マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは卵ダイエットってご存知ですか？確かに卵はダイエットに効果がありますが、そのダイエット効果をさらに加速させることができたらいいなって思いませんか？そこでこの動画では卵ダイエットの効果を加速させる方法がわかるんです。もしあなたが美味しく卵を食べながら綺麗に痩せたいなと思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、最強の卵ダイエット法についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目、卵のダイエット効果について。2つ目、最強の卵ダイエット具体的な方法、食べ方についてお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。卵のダイエット効果について詳しくお伝えしていきます。まず卵は完全栄養食品と呼ばれるくらい、もう本当にですね、完璧と言っていいほどの栄養素が全部ほぼほぼ含まれた食品なんですね。例えば食物繊維とビタミン C 以外の全てが、なんとあの可愛い卵1個に全部ねギュッと含まれているわけです。ですからバランスよく食べるのも大事なんですけれども、特にお忙しい方とか栄養が偏っている方っていうのは痩せることができません。栄養不足のままであったりするとですね、痩せホルモンを作る材料がないから太っちゃうんです。そんな時にやはり卵が強い味方になってくれるわけですよね。そして、まあ、プラスですね、たった1個、まあ、約 50g で76キロカロリーしかないので、案外ですねカロリーも低いんですよ。ただし、まあ、食べ過ぎると、まあ、コレステロールの方が問題ということも起こってきますから注意していきましょう。そして何といってもやはりタンパク質が豊富なんですよね。たった1個で 6.2g も取れちゃいます。そして炭水化物、まあ、太る元糖質はたったの 0.2g ですから、非常に、まあ、低糖質で高タンパクなダイエット向きの食品がやはりこの卵になるんですね。でこの卵というのはプラスもう一つメリットがありまして、こちらです。グルタミン酸が入っています。でこれがね、なんでダイエットに良いかというと、あなたのですね小腸での消化や吸収をスムーズにしてくれる。要するに腸内環境がですね、まあ、ピカピカに整っていくってことなんですよね。なのでその腸壁ってすごく大事で、その腸の表面がですね荒れてたりとかすると太っちゃうわけですよ。消化吸収できないので、そういったのをしなやかに治してくれて、しかも免疫細胞も育ててくれますから、今こういったコロナ禍でウイルスに負けない体作りたいですよね。自分自身もそして周りのご家族も守ってあげたいって本当に思いますよね。その時にこのグルタミン酸を取ると、そういった腸壁、まあ、要は腸がですね7割ぐらい全体の免疫細胞を作ってますから、その場所なので、やはり腸が弱いイコールウイルスに負けちゃうっていう、そういった体になってしまうんですよね。ですからそういった意味でもこのグルタミン酸がたくさん入った卵を食べることで、腸壁もしなやかに元気になって、結果免疫細胞もどんどんね元気になってくれる。もう一石二鳥も三鳥も、まあ、ダイエット効果もありますからね。ぜひこの卵をダイエットのその釣る時にですね一つ取り入れてみてはいかがでしょうか。ということで今回卵ダイエットの話をしているわけです。ではここから項目2つ目です。最強の卵ダイエット具体的な方法、食べ方についてお伝えして終わりたいと思います。まず痩せるポイントというのがあるんですよね。卵といってもいろいろ加工できますよね。目玉焼き、ゆで卵、いり卵、卵かけご飯とかいろいろあるじゃないですか、まあ、もちろんね卵自体は先ほどお伝えした通りのダイエット効果があるんですけれども、2つ目にお伝えしたグルタミン酸ですよね。このグルタミン酸をですね使うためには加熱しすぎてはいけないですよ。40度以上加熱をしてしまうと、このグルタミン酸の成分がこう、まあ、変わってしまうわけですよね。プラスお酢と混ぜても変わるんです。ですから食べ方に注意なんですよね。なのでおすすめのポイントはズバリ、卵を使ってダイエットするなら
生卵かせめて半熟までなんですよね。思い切り加熱して固めてしまうとグルタミン酸が変形してしまって、まあ、効果をね、先ほど腸壁の効果を得ることができませんから、ここは注意なわけです。加熱しすぎない、酢と混ぜないですよね。そしてどんなにこの卵ダイエットいいですよと言われたとしても、そればっかり食べては NG です。やはり1日にね、まあ、最高2個まで、1個から2個食べたら十分ですから、食べ過ぎには注意しましょうということです。そしておすすめの食べ方、やっぱり生とか半熟なので、例えば私であれば玄米のご飯に生卵で卵かけご飯とか、納豆に混ぜるとかね、そういったことをして食べてますし、もしくは半熟でしたら、そうですね、まあ、10割そばの小麦粉が入ってないそば粉 100% のおそばに半熟卵をかけて召し上がったりとか、オートミールの雑炊なんかにしてもいいと思うんですね。ですから上手に、まあ、生卵がちょっと苦手っていう方は、まあ、せめて半熟で、生卵全然 OK っていう方はね、せめて卵かけご飯とかオートミールの雑炊とか、ちょっとね生で召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画の痩せるポイントは、卵がまずダイエットには丸なんですよ。でもそうは言ってもダイエット効果を高めるためには、生卵か半熟で加熱しすぎず、お酢と混ぜないでしたね。この条件を守ってくださったら大丈夫ですから、ぜひ卵ダイエット美味しく楽しく続けてみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。